どうも、フィファのキャリアモードやっててレンタルリストに入れてる若手が何回オファー来てもレンタルで出て行こうとしないときめっちゃムカつく。でおなじみレオザフトボールでーす。ちょっとFIFA やったことない人説明しますと、キャリアモードっていう、まあ自分が選手だったり監督になれるモードで、自分が監督やってる時にですね、この若手今のところうちのチームだと出番与えられないから、レンタルで育てたいな、みたいな、そういうね、チェルシー精神出る時あるじゃないですか。なんでレンタルリスト入れててですね、で、それで外からオファー来たから、よし、お前行ってこいっていう風にですね、行っても、なんかレンタル拒否しましたみたいな、いや、僕はここでやりたいんです、みたいな感じで、いやいや、出番ないから、みたいな。で、何回もレンタルのね、オファーが来るから、その都度オッケー行ってこいって言ってもですね、レンタル拒否しましたってなって、もうクビにしてやろうかなっていうふうに思うんですけれども、皆さんも同じ経験あるでしょうか。というわけで始まりましたトークザフットボール、今日も楽しくサッカーの話していきましょう。今日はですね、この、タイトルにもなっている、チェルシーリバプール取り上げたいと思います。両チームのスタメンこんな感じになりました。はい、両チームのスタメン、まあ現状怪我人を抜けばですね、まあゴメスかマティプパって言っちゃいましたけど、マティプかっていうところで悩む人いると思うんですけれども、まあリバプールもチェルシーもベストメンバーかなと。ペドロも出れませんし、なんでそういったところで今回はですね、両チームの、守備と攻撃のですね、まあ局面に分けてですね、この試合の重要なポイント話していきたいと思います。まずですね、リバプールの守備、このリバプールの守備とチェルシーの攻撃ですね、この2つのですね、噛み合わせがこの試合のですね、すごく評価が高い、面白かったっていう人ですね、コメントでも多かったんですけれども、昨日の配信で、そういったスペクタクルさに、繋がってると思いますので話していきたいと思います。こちらの画像をご覧ください。はい、このシーンですね、リバプールがですね、ハイプレスをかけに行くシーンなんですけれども、これよくわかりやすい画像でして、リバプールの3トップ、マネ、フィルミーノ、サラ、この3人がですね、下がって、ドン引きして4-5-1とかですね、片方下がって4-4-2とかならず、4-3-3、中盤3枚に、リバプール3トップって形を保ってるんですね。ここからどういう風に守備をするかと言いますと、センターバックからこのジョルジーニョ、アンカーに入るですね、パスコースに、フィルミーノが後ろを振り返りながら、ずっとですね、こう立ち続けます。で、それでですね、センターバックの体勢だったり、ボールを持つ時の角度だったりで、こう寄せていく方、タイミングを決めます。プラス、両サイドの選手、このウイングの選手が、自分がマークにつくサイドバックの選手から、こう回り込むような形で、このコースを切る、まあカバーとかいう風にですね、シャドウだったかな、シャドウとかいうプレスのかけ方なんですけど、シャドウってポジション名とかでもあるんで、もっと別の言葉考えてくれっていう感じで、僕の場合は普通に回り込むプレスっていう風に言います。この回り込むプレスをかけることによって、このセンターバックダビド・ルイスはこっちにね、出すコースはなくなりますので、こういう制限をかけて、なおかつマネはですね、この選手に、マークをつくみたいな、ちょっと見ながらって感じで、フィルミーノもこっちにパスが行ったらジョルジーニョ・リュディガーの間のパスコースを切りながら潰すことによってですね、プレスをかけに行くことによって3枚に3枚をはめるっていう、まあアグレッシブな前線からの守備になります。で、前にボールを運ばれた場合もですね、このサイドとかにボールがですね、例えばこう浮き球で行った場合とか、インサイドハーフの、このいう場所ですと、このワイナルドゥムが行きますし、逆側ですと、ミルナーがですね、出て行ったりとかしますんで、そういったところで中盤の選手も3枚で横スライドして、で戻りきれないところにウイング戻ったりとかしているんで、すごくまあリスクの高い守備だと思うんですね。なんでこのリスクの高さ、運動量とですね、こう戦術的な判断っていうのはこの3枚要求されますけれども、まあ、このチームにですね、リバプール、クロップのリバプールに、比較的長い在籍年数でいる3人ですので、その辺ができると思いますし、なんでナビゲーターとかファビーニョとか新加入選手よりもこの3枚が使われるんだと思います。なんでそういった戦術的判断、運動量は要求されますけれども、その分3人でですね、その中盤のところで、潰しきれた場合はですね、その前に、このですね、マネ、フィルミーノ、サラーの3枚が待っている状況で、非常にですね、破壊力の高いカウンターを繰り出すことができます。ただ今言ったようにリスクが高いんで、こちらのシーン、はい、ジョルジーニョが前を向けてパスを出せる場合、ここからくさびが入ると一気にですね、センターバック前でですね、前を向けるテクニックの高い選手が出てきてしまうと、まあセンターバックからボールが入る場合もですね、中盤の選手が、そのボールが入ってくる角度を切れていないと同じような現象が起きてしまいます。なんでこのですね、くさびを入れるところで、躍動していたのがアザールですし、アザールがこのバイタルエリアだったり、まあトレーラーゾーンとか言われるですね、センターバックとサイドバックの間を使ったりとかしますので、その辺で逆にウィリアンとかは張ったところから、ウイングのですね、サイドバックの 外側から四角をつく感じで斜めに入ってくる、ダイアゴナルランとか言われる動きをするようになっていました。なんでこの辺はですね、ウィリアンこういう斜めの走り込みは、ワールドカップでは結構少なくてですね、
ね、ブラジルの攻撃を停滞させてた理由の一つになっていましたので、この辺はやっぱりスタディチェルシーでの、まあ、成長になるのかなというふうに、見ていて思いました。そして先制点のシーン振り返ってみましょう。こちらです。はい、このシーンなんですけれども、ファンダイクからロングボールがこのですね、アスピリクエタの裏、サイドバック裏に出ていきますね。これクロップの、このチームの攻撃の特徴でして、サイドバック裏にボールを狙った場合ですね、パス狙った場合、そのまま通りましたら、普通にですね、サイドバック裏の急所をついたところから攻撃できると。で、通らなくても弾き返したボールをここで奪い返すことができたら、ポーンっていったボールをポーンって戻ってきてここで奪い返すことができたら、そこを起点にですね、もう一度攻撃を始められるっていう、相手がここで奪っても、そこからですね、味方の選手がどんどん取っていけば前向きでまた攻撃できますから、そういった相手に奪われることも想定した、ロングボールっていう感じなんですけど、ここでですね、このサイドバックアスピリクエタ裏に行ったボールをですね、ワイナルドゥムよりも、そしてマネよりも早めに回収した選手がいます。こちら、はい、カンテなんですね。カンテがここで回収して、そこからですね、ダビド・ルイスにボールを回して次のシーンです。はい、先ほど言ったようにですね、センターバックから隙間にボールが出てくる、まあ、その角度があるとアザールがそこに現れて、本来ならここまで降りてくると潰し切られちゃうところなんですが、アーノルドの寄せが遅かったっていうところと、すぐに叩いてそこからジョルジーニョがコバチッチに渡して、このアーノルドを引きつけたことによって生まれた裏のスペースにアザールが飛び出していって、技術の高いシュートを決めました。まあアザールのね、技術ばっかりピックアップされますけれども、ああいったカンテの広い、ゲーゲンプレス潰しみたいなことをできる、まあ守備能力の高い選手がいたこと、プラスですね、ディフェンスラインからボールを出せる、そういった選手たちがいて、そこにですね、出ていく、まあ、そのチームとしての構想があったっていう、こういったですね、最初から説明した複合的な要素が絡み合った先制点だなっていうふうに思いまして、このリバプールの前から行くアグレッシブな守備、その中盤のね、3枚での戦術的な判断と、その守備と、それをかいくぐろうとするですね、そのチェルシーのきちんとしたチームの構造メカニズムっていうのがあるのがですね、このスペクタクルさの、一つの大きな要因だと思いました。というわけで、ここからチェルシーの守備説明します。こちら、はい、ここ6分のシーンなんですけれども、インサイドハーフコバチッチが出ていって、この、降りていった中盤の選手潰そうとしています。これですね、今インサイドハーフの方に出ていっていますけど、2センターバックがボールを持っている時にフォワードが1枚に当たりに行って、もう1人の方にですね、中盤からインサイドハーフカンテか、もしくはコバチッチが出ていって潰すっていう、まあ先日のですね、リーグカップでのリバプールチェルシー戦でも説明したような、同じような守備をしていました。で、こういった守備をしている時にですね、やっぱり一つ大きいところがこのアザールですね。アザールですね、前残りの、この守備を許される、まあ、前線でカウンター要員として残っててくださいっていう、まあ、それだけの技術がある選手ですね。ただこの日のアザールきちんと戻っています。前半からこういう守備をアザールがしてるのはサディ・チェルシーで大きいなっていうふうに思いましたし、戻らないシーンもちょくちょくあるんですけども、そこをですねコバチッチがカバーしてるみたいなところもありまして、このね、チームの中で出る弱点は他の人の、この長所で、カバーするみたいな、そういったサッカーのね、このチーム作りの本質みたいなのが見て取れるところだなっていうふうに思いました。ただ後半になるとどうしてもですね、こういったアザールのカバーまで走っていたコバチッチの寄せが遅くなったり、それによってですね、ジョルジーニョがカバーする範囲が広くなったりして、こういった間のスペースがどんどん空いてくるんですね。ただそれでもですね、サンリ監督が打つ交代というのは、ジルーに変えてモーラッタ、ウィリアンに変えてモーゼス、そしてコバチッチに変えてバークリーという感じで、アザールはずっと残しておくんです。この 1-0 でリードしている状況で守備のほころびを生んでいるですね、アザールを変えない、これがですね、結構重要な選択だと思うんです。この守備のリスクを考えてアザールを変えるのか、それともとどめを刺すためにアザールが必要と考えて残しておくのかっていうところで、これ監督によって結構哲学が分かれるところですね。ただ目先の勝利、この試合きちんと守りきって勝つっていうことを考えたら、アザールは残しておかない方がいい、変えた方がいいかもしれませんが、ただここでですね、アザールを変えてもしも追いつかれてしまった場合、チームの雰囲気最悪になりますし、チームの絶対的エースであるアザールのモチベーションも下がってしまうと、そう考えた場合ですね、やっぱりアザールは残しておくというこの目先の勝利よりも、この長い目で見たマネージメントっていうところが、サンリの、まあ、凄さであり、脆さなのかなっていうふうに僕は思うんですね。結果が出る場合はいいですけれども、こういったところで、リアリストって言い方っていうか、結果至上主義、目の前の勝利に固執しないところが、最終的にはセリエ A で、スクデットを取れなかった理由なのかなというふうに思いまして、僕としてはすごく好きなタイプの監督。このアザールを変えないっていうのが、選手たちがみんなね、インタビューの時にすごく楽しんでいる様子が伝わってくる、こうね、
のチームのあのサリ監督に対する評価すごく高いみたいで、アザールもベルギー代表のね次の監督に推してるみたいな、そんなニュースもありましたから、そういった選手たちのモチベーションを上げる一方、タイトルには届ききらない理由にもなるんじゃないかなというふうに、見ていて思いました。ただサリがですね攻撃の監督かというと決してそうではないんですね。それがこちらのシーン現れていまして、センターバックの間に中盤のヘンダーソンが降りていった61分のシーンなんですけども、ここでロングボールで、サイドバック上がっているところをアリソン使います。そしてこちら、はい、これですねロバートソンのところにウィリアンがですね寄せに行ってるんですけども、これですね先日あのチェルシーのビルドアップの、説明したと思うんですけど、その逆の形なんですね。リバプールの中盤の選手がディフェンスラインに降りていくと、それにチェルシーの選手がついていった場合、チェルシーの守備のスペースこれだけ空きます。そうなると左のウイングの選手、まあこの時はですね、中にマネが入っていてフィルミーノも中にいますので、その選手たちが中盤を使うとってなりますと、サイドバックのアスピリクエタとかが中入っていくので、ここのスペースが空くんでロバートソンが後ろから上がっていくとフリーでボールを受けられるっていう、このですね、相手を引き出してその空いたスペースをウイングが使って、その空いたところを今度サイドバック使うみたいな、このですね、メカニズム、今神戸がやろうとしてできていないことなんですけど、これをですねチェルシーいつもやってますし、リバプールここで使ってきました。ただいつもやっている形を今度はリバプールが使ってきたんで、チェルシーからしたらこれいつも俺らがやってるやつじゃんってことで、ちゃんとウィリアンは先回りしてと言いますか、この状況で自分のところをちゃんと戻らないとやばくなるっていうのが分かってて、ここで対応してるんですね。なんでこの辺なんか攻撃のサッカー IQ を選手に身につけることによって、守備のサッカー IQ につながった面白いシーンだなというふうに思いまして、地味だったんですけど61分のシーン取り上げました。そして最後リバプールの攻撃、このですねリバプールの攻撃でキープレイヤーになるのが僕はアレクサンダーアーノルドだと思ってます。若手の右サイドバックの選手ですね。その選手ここでねギリギリ映っていますけれども、ここ本来はですねアザールがもうちょっとアーノルドの位置を考えて低い位置でボールが出てくるのを合わせて寄せられる場所にいなきゃいけなかったんですが、アザールちょっと前に出すぎてて、ここにボールが出てきてしまいます。アザールのいるですね担当エリアっていうのを使った攻撃っていうのをリバプールいい攻撃見せていまして、例えば次のシーン、はい、ここなんかはですねアザールが戻りきれないところを、このアレクサンダーアーノルドがボールを持っていますので、マルコス・アロンソが出ていってカバーしているところです。ただ出ていくことによってマルコス・アロンソサイドバックとセンターバックダビド・ロイスの間のスペースできますので、ここに走り込む選手がいるので、このセンターバックの間が空いてさらにボールが通ってあわや得点っていう、そんなシーンになりました。なんでこの辺ですね、まあ、チェルシーの守備の問題っていうより、ここをうまく使っていくのが大事っていうところなんですが、次のシーンです。はい、このシーン後半になってのシーンなんですけど、アーノルドのところにマルコス・アロンソ出ていった同じ形、そしてダビド・ルイスがですね流れていった選手シャキリだと思うんですね。なんでここをついていったんで、今度は中のスペースを、マネが使っていくシーンなんですけれども、マネにリュディガーがついていってる、この状況だとじゃあどうするっていうところで、ここでですねよかったら82分のシーン見返してほしいんですけれども、フィルミーノが奥行くよって見せかけて手前でこのスペースで受けようとして戻ってくるんですね。キュッキュッって感じで戻ってくるときに、ヘンダーソンはもうここだここだっていう風になって、視野狭くここを狙って潰されてしまうみたいな、そういったシーンでした。なんでこのですねすごく高いレベルを求めると、ヘンダーソン全然若手の中ではいい選手なんですけれども、リバプールの攻撃の中で一番今回ですねチェルシーにとって嫌なポイントを使えるとしたらアーノルドのポジションだったんですね。なんでここで例えばフィルミーノの方にくさびを入れて、そこから新しい展開作れるとかなったら面白くて、このですねアーノルドがフリーの選手を見つけられないっていうシーンが結構あって、前半19分もミルナーがフリーのところを見逃してヘンダーソンに怒られるっていうところがありましたから、その辺でアーノルドの成長っていうのが今後ですね、こういう、この、拮抗した試合ですごく大事になると思いますし、そしてですねクロップの場合、このアーノルドをずっと我慢して使ってる、前のシーズンからですねこのサイドバックの幅を取っているところからのクロスっていうのが必要な時にアーノルドのポジションが低すぎるとか、そういったところがありまして、その辺をですね、ミルナー投入してとかですね、一つの手を打ってこないのがクロップ監督なんですね。それはあのアーノルドの、ことを成長を見込んでってことだと思いますし、まあ、それによってアーノルドだったり、まあ、ジョー・ゴメスっていうのはフィジカルも強くなって試合の中での判断も去年とかその前に比べたらどんどん良くなってますんで、やっぱり使い続けるって大事だなっていうふうに思うんですけども、ただその反面この大事な試合だったりここぞっていうところではですね、やっぱりミルナーとかですね違う作れる選手をですねそこに配置することによってですね相手の嫌がる攻撃をできるっていうのはありまして、ただそういった重要な局面で使い続けるからこそ成長するっていう反面もありますので、こればっかりはチェルシーがですねサリ監督がこのボールを持ってのポジショナルプレーフェチみたいな攻撃
攻撃フェチみたいなところがあるとしたら、クロップの場合はこういう育成フェチみたいなところが、勝ち点を落とす理由になるのかなというふうに思いまして、こればっかりはどっちが正解って言えませんし、クロップのチームですので、クロップが選んだ答えをまあサポーターなら応援するべきだと思うんですけど、ただ一つのサッカーの見方としてはそういったところが気になったなというふうに思いまして、このチャンネルで指摘させていただきました。こんな感じでいかがだったでしょうか。皆さんのコメント、チャンネル登録、10月13日のイベントへのお越しもお待ちしております。レオザフットボールでした。ボーイ。